あ、うまい棒どうなんですかね。おおおおおー、皆さんこんにちは、いちおか元気です。液体酸素にね、線香花火を入れたらどうなるのかというね、実験のリクエストいただきました。今ね、僕たちが住んでいるこの環境っていうのはね、酸素がね 20%、 窒素が 80% ってことですね。だから 20% の酸素の状況でもたまに山火事とか起きますよね。数%ね、酸素濃度が上がっちゃっただけでもめちゃくちゃ火事が起きやすくなるっていうね、話もあるくらい、酸素っていうのはね、物をね簡単に燃やすことができるんですよ。そしてですね、液体酸素っていうものがあります。酸素っていうのはまあスカスカな状態ですよね、気体ですから。液体になってくるとこう密度が濃くなってくる。気体の酸素のね、何百倍も濃いわけですよ。そこにね、線香花火を入れたらどうなるのか。たまにね、液体酸素の実験あります。よくやる実験としては、こういうお線香に火つけて、この線香をね、その液体酸素の中に入れるとすごく激しく燃え出すっていう実験はあります。ただね、結構燃えている線香花火を入れたらどうなるのか、それはね、想像つかないですね。いい質問です。今日はその実験をしてみましょう。まずね、液体窒素を用意します。液体窒素を用意しました。そしてですね、もう一つはですね、酸素ボンベを用意します。ちなみにですね、この実験とても危険な実験なのでね、くれぐれも簡単には真似しないように。よし、大輝くんに手伝ってもらおうかな、はい、この酸素ガスを傘袋の中に入れます。 OK、 こんな感じでね、酸素が入りました。これをね、酸素を液体窒素につけるんですね。つけるとどうなるか、みんなも考えてください。もう結果が見えてますけどしぼむんです。で、この状態ほら、キュッとね、もうね、一気にちっちゃくなりましたよね。じゃあちょっとこれで少し注入しながら、この中でね、酸素を冷やしていこうと思います。酸素はね、マイナス183度くらいで気体になりますから。たくさん冷えました。液体酸素見てみましょう、どんな感じか。こちらです。おー、めっちゃ青い液体ができております。酸素はね、液体になると青くなるっていうね、性質があるんですよ。さらにちょっとこちら、磁石近づけてみましょう。近づけると、おお、ちょっと袋が近づいてるんだかね、酸素がくっついてるのか分かんないと思いますので、ちょっとこれ取り出してみましょうか。この容器に液体酸素入れてみますね。はい、液体酸素こんな感じで、はいはいはい、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。いきます。ほらほら、磁石に液体がくっついております。酸素はですね、液体になると青くなって磁性を持っている、磁石にねくっつく性質があります。これをですね、常磁性と言います。さあ、じゃあこれを使った実験ね、他にもやっていきましょうか。なんか今置いといたら、見てこれ、なんか酸素の中にすごい白いものが浮き出しましたよ。なんだろうこれ、ちょっと分かる方いたら教えてください。では実験やっていきましょう。まずは机の上に燃えるものは置かずに、そしてですね、ついたものを燃やし尽くしますからね、もう服に液体酸素もしこぼれたとしても染み込まないように、このエプロンしておきましょう。ではちょっとね、まずよくある実験から、線香、この状態、これをね入れていきましょうか。一応ね、消火器もいくつか用意しつつ、3、2、1、おい、まあ、これはですね、ここまでが酸素 100% ですから、全然あそこまでいかない。意外と大丈夫そうなんで、線香もう一回入れてみましょうか。いきます、3、2、1、おー、液体の中で燃えております。じゃじゃん、ということでね、まあ、いろんなお菓子がちょっとラボにありましたので、このお菓子に液体酸素を染み込ませて火をつけたらどうなるのか、やってみましょう。まずマシュマロいってみましょうか。賞味期限が2022年2月27日ということで、ちょっと半年ほど過ぎているんですが、まあいいでしょう。はい、あ、みんな気をつけてね、何が起こるか分かんないからね僕もね、マシュマロやったことないんですよ。まず液体酸素、じゃあ火つけますよ。
何も起きない、普通のマシュマロ焼きになりました。ハッピーターン入れたらどうなるでしょうか。さあ出します。何もならず。あれ、これはこの企画ボツか。これ何もならないですね。ちょっと行ってみる。それなんか開いただけなんですか。マシュマロが吸い込んでくれてなさそうな気がするね。まあ安全ですよ今のところ。じゃああれだ、ティッシュペーパー、ティッシュペーパーに染み込まして火つけたらどうなるでしょうか。やばそうだよこれ。これはやばそう。いきます。おお、すげえ、一瞬で跡形もなく燃え尽きました。やはり理系といえばキムワイプでしょ。キムワイプ、液体酸素につけたらどうなのかやってみましょう。いきましょう。いきますね。3、2、1。はい、ということで穏やかでした。うまい棒どうなんですかね。うまい。いきます、入れます。もうほとんど白くて見えておりませんね。さあいきます。おーおー、すげえ、うまい棒、うまい棒2枚に入るねえ。よし、うまい棒いこう。3、2、1。おー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 おおおおうまい棒すごっ。もうロケットとなって向こうにピューンと飛んでいくかと思いますよこれ。エビせん入れてみましょう。ではいきます。うまい棒の勝ちですね。それやばそうだね。これやばいですかね。これね、綿ですね。これはちょっと怖そうなので少しにしておきましょう。なんか嫌な予感がしますのでやばいわこれは。3、2、1。ういういほぼうえい手品で使うねフラッシュコットンとかあると思いますけどね、あれも火薬ですからね。酸素もね酸化剤として物を燃やす性質ありますからね。同じ状態になりましたね。あとね、液体酸素の性質として液体窒素に入れるとね面白いことが起こるんですよ。ちょっと見てみましょうか。では液体酸素入れてみます。あ、間違った、液体酸素入れちゃいけないんで、水に液体酸素を入れると面白いことが起きます。ちょっと液体酸素もう一回作ろっかではね、液体酸素を水の中に入れてみましょう。ではどうなるでしょうか。いきます。はい、ということで見てください、液体酸素がね沈んだり浮いたりをね繰り返すんですね。そしてですね、酸素はですね水よりも重いので一回下がります。落ちるんですけど、水で温められて周りが酸素のガスに包まれて軽くなって浮かんでくると。でまた上でね酸素を放出するとまた重いので沈むと。さあここまで液体酸素の性質をね見てみて皆さん予想できたかなと思いますので、いよいよ最後、線香花火を液体酸素に入れてどう変化があるのか観察してみましょう。では線香花火をまずつけます。あ、落ちちゃった。あ、机が焦げました。さあ線香花火液体酸素の中でどうなるんでしょうか。おおおお、液体酸素に入るまでもなく燃え尽きました。ちょっとこれポンって落としたらバーンってなんないかちょっと怖いですけどね。3、2、1。おお、3、2、1。おお、
一瞬で燃え尽きましたということでね、いろいろなものをね液体酸素に入れて実験してみましたが、いかがだったでしょうか。今までね皆さんが知らなかったような映像もね、この元気ラボで見えたんじゃないかなと思います。これからもですね、皆さんが見たことないような実験上げていきたいと思いますのでね、ぜひ実験リクエストいただければと思います。あとね Twitter、TikTok、Instagram もやってますのでね、そちらの方の登録もお願いします。この動画良かったと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。